武庫川 KC スタジオはもともと個人所有の3階建ての建物。演劇、映画大好きなオーナーが若きクリエイターが思う存分練習したり、その輝く姿を披露できる場所をとの思いから生まれました。午後の部は錦田ショパンが上映されました。映画のあらすじ。高校の音楽科に通う凛子と健太郎。裕福な家庭に生まれ何不自由なく育った凛子はショパンが大好き。ショパン国際ピアノコンクール出場を夢見ていた。かたや貧しい家庭で大学進学も危うい健太郎は技巧的なラフマニノフを得意としていた。ライバル関係だが仲は良かった2人を阪神・淡路大震災が運命を大きく分ける。健太郎はコンクール入賞者に贈られる海外奨学金でワルシャワ音楽大学進学を狙っていたが、震災の怪我で出場できず凛子に白羽の矢が当たる。結果的に凛子が留学することになってしまう。4年経ち凛子が帰国すると作曲家として活躍している健太郎の姿があった。しかし人が変わったかのように冷たくなった健太郎は凛子に試練を課す。追い込まれていく凛子の右手が支障をきたすのは時間の問題だった。このスタジオの運営に取り組むのはレトルト内閣など演劇の台本作家、演出などで知られる皆紫秋さん。まあ、錦田ショパンは2021年の3月20日が初日で、松山市映画館からスタートして全国運営してきてですね、まあ、いわゆる映画館上映というのは、まあ、一巡してきて、それからまあ、ピアノを使ったその音楽映画ということもあって、最近そのホールとかで上映とコンサートみたいなことがやるんですけど、正直平均年齢すごい高いんですよ、お客様の。で、音楽は良かったとか、でもなんかセリフが聞き取れないとこだなとかね、まあ、そんなお声を聞いてるうちに、たまたま東京でシネマチック北畑っていう、まあ、20席ぐらいの小さな映画館があるんですけども、まあ、ここがそのユニバーサル上映っていうのにこだわって、ずっと日本語字幕をそのスタッフの人が自分たちでつけたり、音声ガイドっていうのをつけたりしてですね、まあそういうユニバーサル上映に携わってられる映画館で、まあ、ある僕はアニメ作品を見たんですけど、もうそれは号泣して、この温かい、まあ、なんか映画が良かったのもあるんですけども、何この温かいこの雰囲気って思って、やっぱそのこう作ることに一生懸命やったのに、やっぱり上さんとの距離感とか、その辺が映画館で、まあ、新しい気づきがあって、で、まあ、まあ、今ちょっとクラウドファンディングをやりながらなんですけども、ユニバーサル上映を広めたいなという活動を、まあ、やりたいと。で、まあ、いきなりやるっていうとなかなか難しいので、まあ、実験的に監督自ら、こういう日本語の多分セリフと字幕が言葉が違うところがあったと思うんですね。話し言葉と目から入ってくる言葉が違うので、まあ、そういうところもちょっともううちのメンバーで苦労しながら、そして安岡監督、今日2本目の作品の監督も来ていただいてるんですけど、監修もしていただきながら、今日お目見えになりました。まあ、ちょっとそういう思いで、今日は見ていただいたら、後でアンケートを協力いただければなと思っております。シネマプランナーズの寺井さんは自主映画の制作事情についてもお話しされました。寺井さんはその関西の演劇映画界でなくてはならない人物ということなんですけど、全てをご存知の今日のものが代打で来てくださったということなんですけれども、ちょっとそのあたりちょっと詳しく教えていただきたい。先ほども申しました通り、オーディションサイトやってまして、まあ、今回のね作品も、うちでオーディションも、そうですね、まあ、メインキャストも含めて、ちょっと突然出てくるような脇役もキャストオーディションの情報はシネマプランナーズサイトで募集をして、それに応募してきてくれたメンバーが出演してます。何人ぐらい来られたんですか？応募自体はどれぐらいですか？応募自身はですね、まあ、ちょっとピアノ映画というハードルが結構高くて、やっぱ関西なかなか役者も少ないので、できたらピアノを弾けたらいいですねという話なんですけど、まあ、そうすると、まあ、実は俳優じゃない有名音楽大学の
ピアニストいっぱいお見にして、あのオーディションがいきなりなんかコンサートみたいな。そうそうそう。まあいろんなキャラクターの人が、人数よりも本当になんかかなり個性的な方が来られて、で、まあ、キャストがほとんど自分で弾いてるっていう、録音も自分で入れてますので、まあ本当に世界超一流の演奏をシーンで入れてきたみたいな、その違和感はないと思うんです。まあそういう、なんかこう手作りの音楽映画になりました。なるほど。はい。まあ、例えばカメラを止めるなんかあったじゃないですか。あれとかも実はうちで募集をされてて、で、その時どれくらい来られたのかちょっとわかんないですけど、まあ、そこそこのインディペンデント映画やと、まあ、少なくて大体遠くやと500人とか、1500人とかが応募してくるような、ちょっとまあ巨大サイトではあるんですよ。ただまあ、関西でも実はいっぱい役者さんいらっしゃるんですけど、なかなか撮られる映画が少なくって、まあ、このさんみたいに今回ね、こちらで撮られたりになるとか、まあ、ポチポチはちょっとあるんですけども、なかなかその一つが出来上がって、またしばらくなかったりとかすると、どうしてもまあ関西で盛り上がってるって雰囲気ないじゃないですか。だからそれを僕は今ちょっといろんなところと話を仕掛けて、年間に6本ぐらいも連続的にどん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 作品を出していくっていうことをチャレンジしていこうかなと思って今活動しているところです。はい。女子大生の方たちの感想は、今回初めて西北書館を見ました。で、感想としては、震災の映画っていうイメージがあったんですけど、それは結構一瞬の描写だったなというのを個人的に感じていて、その中でもその一瞬の出来事で主人公の男が、留学に行ったりとか、男の子が、作曲家になったりというような一瞬で人生が変わっていくんだなっていうのを知って、とてもなんか印象的にそれが残りました。ありがとうございます。あ、私も震災は全然知らない世代にはなってしまうんですけど、その一瞬の出来事でその人生が変わってしまったり、諦めないといけない人がきっと主人公の健太郎くん以外にもたくさんいらっしゃったんだろうなって思いました。私も幼少期から高校までピアノ弾いてたので、女の子の方のコンクール前のこう緊張とか、一番取らないととか、ミスらないように練習しないとみたいな独特の緊張感を思い出して、でもピアノを弾いてる時は幸せなんだよねみたいな話があったと思うんですけど、私もずっと音楽してて、確かに幸せ忘れられるというか、その自分の世界に入れる、なんか音楽って楽しいなっていうのをなんか久々に思い出して、またピアノ弾きたいなって思いました。はい、ありがとうございます。この石田ショパンの映画を初めて見させていただいたんですけど、私は結構震災の、映画というより対比を描いてるなという印象で、健太郎君の家はちょっと貧しくて、けど親は結構献身的にサポートしてた。りんごちゃんの家では裕福で芸大にも行けるような家でピアノをしてたりとか、結構ストーリーの節目節目に対比が描かれてるなと思いました。その中でなんか最初ごとに教会で2人でショパンを弾いてる時に、手、大きな手と小さな手のやり取りがあったと思うんですけど、りんごちゃんがそのコンクールで、まあ、失敗に終わってしまった後に、健太郎の手を見て大きな手って言ってるところが、結構最初こんなにキュキュした言葉だったのに、なんでこんな切なくやるのって、すごく心に来ました。ありがとうございます。同じセリフなのに結構印象がすごく変わりますよね。私もすごくグッときました。皆さん経営学部ということなんですけれども、これを機に映画制作の詳しくなっていけるようなことなんで、何か聞いてみたいこととかありましたら、ぜひ。ロケ地とかも結構気になっていて、どうやってあの場所にしようということを決められたのかというところがとても気になりました。僕は今西宮に住んでるんですけど、阪神館大好きで、映画も好きなんですけど、そのやっぱりロケ地になるような場所がいっぱいあるなと
思ってまして、ライバルは阪急電車という映画なんですけど、まあ、あれよりも地元への思いもあるし、地元に住んでるからこそのコネもあって、絶対ここの映画にここのシーンを撮りたいとか、ピアノの音楽高校って西野根高校の音楽科って本当に世界に誇れる音楽高校なんで、まあ、そこでやっぱし撮りたいとか、神戸女学院の報道っていうのは撮りたいとか、まあ、自主映画なんでやっぱし予算かなり厳しいんですけど、シナリオ来たらこれは本当になんか商業映画かというぐらいの本格的な、いろんなロケ地使うやつだったんで、まあ、ポーランドの留学シーンも入ってたんですけど、でこれはどうしようかなと思ったんですけど、まあ、実はあれ神戸女学院の中なんですねで、まあ、飛行機で飛ぶとこだけはあのお金で買ってきたらいいと思うんですけど、まあ、本当にそうやって地元の思いで、それとクラウドファンディングを立ててる頃に、まあ、やっぱ震災の頃からあまり変わらない風景、なんとかCG も使えないし、予算上本当なんか少しでもそういう時の違和感のない場所ということで探しました。そんなような形で撮影をしていきました。夕方の部は夏の光、夏の音が上映されました。映画のあらすじ、喫茶店で働く全盲の女性舞の元にある日不愛想な客がやってきた。健太郎という若い男、彼は耳の聞こえない聾者だった。見えないと聞こえない、二人の世界は決して混ざり合うことなどないと思った舞だが、あることがきっかけで少しずつその距離は縮まっていく。店長の智子や常連客に見守られながら、できないことによる隔たりを越えていく二人のひと夏の物語。西北ショパン日本語字幕も監修した八十川勝監督も登壇。女子大生の方たちの感想は、二人の切ない気持ちがすごく共感できました。若手監督、俳優、武庫川女子大の学生たちなど、さまざまな出会いが毎日続く日々でした。神戸から世界を目指す竹本義の監督、社会問題をテーマにした心に響く物語を紡ぐ八十川勝監督、二人の素晴らしい監督作品に注目ください。日本語字幕は聴覚障害、高齢者だけでなくあらゆる世代に受け入れていただいたことは予想以上の成果でした。ご来場いただいた皆様、日本語字幕アンケートに協力いただいた皆様、ありがとうございました。そして上映の機会をいただいた武庫川 KC スタジオのリオーナー、皆さんありがとうございました。映画は思いを込めて制作しても、スクリーン上映するのは簡単ではありません。ユニバーサル上映への取り組みを引き続き頑張りたいと思います。ご支援いただければ幸いです。